選挙やるまでもないだろう。シドが勝つに決まってる。他にまともな政治家いませんしね。今の政権不祥事続きだったし、それにシドってオーラありますしね。この人なら全部うまくやってくれそう的な。誰でもいいからいい世の中にしてほしいよ。結局怪盗団とかいう連中もひどいクズだったしさ。見てろよ。よし、国会議事堂に向かうぞ。くれぐれも見つかるなよ。出かけんのか。呆れたぜ。分かってんのか。ったく、しょうがねえやつだな。遅くなるんじゃねえぞ。明智はいないな。早速始めましょう。パトカーも巡回してるし長居できないわ。ナビに指導正義と国会議事堂までは入れた。あとは何と思っているか。国のてっぺんで富士山とか。該当しません。豪邸とか。該当しません。総理になってみんなを従える。学校。該当しません。コロッセオのような闘技場か。宮殿。該当しません。全然ダメね。すぐ入れると思ったのに呼ばない方が良かったかも。あっ、もしかしてパレス丸ごとバリアでガードしてんじゃね。シドって認知科学の研究奪ったわけだろ。そんなことできるの。さあどうだろうな。私の見たノートには書いてなかった。つか指導ってどんな人間だよ。全然わかんねえ。昨夜軽く調べたんだがいまいちピンとこなかった。あの人多分議員さんだよね。すみません、高校の新聞部のものなんですが、ちょっとお話いいですか。はい。指導議員ってどんな方なんですか。国のために尽くすという姿勢ですね。
リナの信頼を集めてらっしゃる。決断力と実行力に優れた立派な方ですよ。君たち若者が住みよい未来を作ってくれるでしょうね。模範解答。子供なんかに余計なこと言わないか。おい、あれ、トランシーバー。え、私たち？ヤバげじゃね。一度撤退しましょう。明日休みだし、早い時間から作戦会議で。ルブラン集合でいいよね。みんな一晩考えよう。怪盗団を名乗る悪党は滅びました。しかし国民の皆様はまだ不安な日々をお送りでしょう。不祥事の連続で政治不信は増すばかり。私は国民の一人として怒っております。よく言うぜ。真に責任のある政治家とは何か。国のことを考えず私益で動くなどもってのほかなのです。明日選挙の公示だっつうのに、どこもかしこも指導万歳だ。みんな騙されすぎ。仕掛けた国を救うには根本的な世直しが必要なのです。うざ。ダイヤモンド鉱山。ダメね。何個外したよ。本当にバリアでもあるのかもな。だろ？喜ぶとこじゃない。議事堂までは分かってるのに。
異世界ナビにキーワードね。マスター、テレビつけてくんない？指導が出てっかもだし。あいよ。明智五郎、すんました顔しやがって。では明智さん、一度メディアから身を引いたのは怪盗団を捕らえるための作戦だったと？お騒がせしてすみませんでした。正直、彼らが人気絶頂の時にバッシングを口にするのは、実際ネットとかですごい叩かれましたし。その後怪盗団の風向きが悪くなった時、怪盗団は悪じゃないと言ったのも？あれは油断させるためです。プロファイリング知識の応用ってとこかな。よりどころをなくしたところで、一番敵だと思ってたやつが助け船を出す。これ恋愛とかの駆け引きと同じでしょ。なんであの人が正義の名探偵なの？テレビやネットだけじゃねえ、新聞雑誌どこでも顔見るぜ。反対に怪盗お願いチャンネルの方は復活望むコメントとかまるでねえし。怪盗団は悪、指導や明智が正義。本当は逆さなのにね。メディア使った情報操作でしょ。明智には後で借りを返すとして、問題は指導だ。これまでパレスのキーワードを分からなかったことはあるの？双葉の時ね。双葉のこと知らなすぎて想像するしかなかったから。だったら指導に直接会ってみればよくね。無理でしょう、 SP や取り巻きに囲まれてるし。高校生がアポを取れるわけもないしな。大人っていや、そこに。いえ、さすがに無理よ。それに危険すぎる手だわ。困ったね。騒がしいな。四軒茶屋駅前にお集まりの皆様。選挙か。ああ、今って選挙中だから。お騒がせしています。今シドウ釣ったよな。いったいった。てか今回はラッキーだろ。これならアポなしでも顔を拝みに行けら。おい、リュウジは駅の方に走ってったぞ。こっちだ。ところでお前、何かあったのか。さっき顔色が悪かったが。この指導を正義にぜひとも皆様の一票を預けていただきたい。ぜひ幸福な未来共に船出しようではありませんか。よろしくお願いいたします。あのおっさんか。待ってろ、情報を取ってきてやれ。ちょっと、おい、指導さんよ。下がりなさい。ちょっと話がしてえだけだって。忙しいんだ。んだよ、市民の声聞くんじゃねえの。いい加減にしろガキが。てめえ、前ホテルで会ったろ、エレベーターのとこでよ。急いでたら割り込みありかよ。何の話だ。バカ、やめなって。けどよ、こいつら。おいおい悪ガキ、俺に逆らったらどうなるか。しばらく来ない間に客層が変わったな。託児サービスでも始めたか。見せもんじゃねえんだよ、伏せろガキ。このガキ訴えてやる。なんだお前は。世間知らずのガキばかり、国の将来が心配だな。ガキは放っておけ、次の予定がある。クズが。あいつ
生で見てどうよ。それって確かお前が前言ってた同一人物？マジ？マジでか？本当なのね。あの指導がお前の仇？なんてこった。行こう。指導が君をはめた張本人？どういう星の巡り合わせだ。なんて因縁。指導は認知研究にも噛んでたわけだろ。偶然じゃ片付けられないぞ。どうなってんだったく。それじゃ指導は当時もう政治家だったのに子供の彼をわざわざ提訴して潰したっていうの？自分の名前が出ないように工作が必要だったはず。その前に被害者の女性に嘘の証言の強要が。何だってやりかねん。警察署内で暗殺を企てた男だぞ。立てつく奴は虫一匹でも潰しきらないと気が済まない。昔からのあいつの性分だ。神聖のクソだな。何が時代を担う子供だ。やってやがること真逆じゃねえか。でも相手分かったんだし、なんとかならないの？一度罪が確定してしまった以上、覆すのは難しいわね。指導が罪を認めて、しかも無罪の確たる証拠が提示されて、ようやくだわ。とにかく、改心させるほかない。それにしても、指導って表と裏が全然違うわね。二枚舌どころか、全然別人。世界一の国なんて吹聴してるけど、どんなこと想像しているのかしら。あの男はな、上昇志向の塊なんだ。弱者なんて踏み台程度にしか思っちゃいねえ。自分をエリート扱いして他人を見下す、最低じゃん。この調子じゃ例の議事堂を何と思っているかという、政治とはかけ離れた自分勝手な何かでしょうね。あんな人早く成敗しなきゃ。明日の放課後もう一回議事堂行こうぜ。今度は当たる気がする。つか当てる。迷っていても始まらない。やるしかないわね。
間警備員に怪しまれたから長居できないわよ。でも未だにヒットなし。やっぱバリアか。昨日の意気込みはどこへ行った？うっせえ、勝負は2アウトからなんだよ。無駄話はいいから、キーワードのことだけ考えなよ。国民のことは二の次、自分や取り巻きが良ければいい。他人を踏み潰してでも総理になりたい。トミー、金持ち。おい、あいつから聞いたことで何か思いつかないか？当てずっぽうでもいいから何か言ってこうぜ。お前らのような無能な連中は黙って俺の舵取りに従え。舵取り？もしかして当たった？はあ？議事堂が船？それどんな景色？国会議事堂は陸の上にあんのよ。まるで想像つかない。まあ、ともかくバリアとかはなさそうだな。うっせえ、とっとと入んぞ。警備の目は大丈夫だな。念のため壁に身を寄せろ。じゃあやってくれ。景色変わってなくね？警備はいなくなってるようだけど、はっきり見分けがつかないわね。お姉ちゃんの時と似てる。だが今回は議事堂そのものも変わってないように見えるのが奇妙だな。あ、でもさっきは門開いてなかったよね。っていうかモナが格好変わってるし。なら一応パレスか。中入って見てみようぜ。そっちはどう？何かいる？いや、いたって普通だ。チェックしてみる。ん？なんだこれ。どうした、双葉？双葉？なんだ？なんじゃこりゃ！何が子供が誇れる国だ。頭ん中じゃ沈没してやがるじゃねえか。こんな奴がトップに立ったらマジ終わりだろ。バカバカしいにも程がある。明智も明智だ。この景色奴は見たことがあるはず。彼どういうつもりなのかしら。名誉か単純に報酬なのか、何にせよこんな人のせいでお父様は国じゃなくて指導を沈没させるべき。歪みの中心地だけじゃなく国全部が水没してるパレス、こんなとてつもない欲望を持つ人間がいるもんなのか。気をつけろ、今までとは一味も二味も違うぜ。絶対お宝奪ってやる。よっしゃ。選挙の前日12月17日までに決着つけないと。攻略開始だ。はめてくれやがった礼をしてやろうぜ。てか、
よく聞け。何の余興かな。まったく指導様は我々を飽きさせないね。ほんと、この船に乗っている限り私たちは永遠に勝ち組ですものね。なんだこの連中、今の目で警戒を抱かないのか。指導の船に乗れたことでもう自分たちに危害を加える者はいないと思ってるんでしょ。危機感のない野郎どもめ、そいつが飛んだ泥船だって分からしてやるぜ。宝箱発見ね。ジョーカーどうするの。暴いてシャドウ。暴いてでけえ扉、怪しいだろう。先に何があんだ。カードキー刺すみたいな穴ある。すげえ、5個もある。賛成475人、反対0。何か聞こえるぞ。反対者対応のため本案は全会一致をもって原案通り可決。指導の声か。可決。ここが見た目通り議事堂なら最深部にあるのは本会議場でしょうね。本会議場？ニュースでよく映る大きなホールよ。ああ、あれな。了解。で、中で何してんの。指導が何を提言しても反対ゼロで満場一致。多分そんな無意味な投票よ。味方ばかり入れて好き勝手しているのね。入るにはどうすればいいんだ。カードキーを見つければいいのか。指導の取り巻きになるとか修正を誓うとか、そういう資格が必要なのかもな。要は味方の証明がいるってことか。私も気は進まないわよ。でもやらないと。けど資格ってなんだ。聞いてみる。その発想はなかった。聞くのは悪くないんじゃないか。ここの客は指導が考えてる認知上のそいつだ。当然指導が握らせた秘密について知ってる。確かに一理あるわね。
だがあくまでもここの主は非道な指導正義だ。そっか、そうだよ、襲ってきたりしない？もちろん覚悟は必要だけど、話くらいできるんじゃないか。この船は多分生き残る価値を指導が認めた奴らだけ乗せてる箱舟、ね、それなら話もできんバカは乗ってないだろう。情報収集くらいは期待していいかも。それにみんな仮面で仮装してるのも好都合、この格好でもギリギリ混じれそう。誰も他人に素顔なんて見せてないと思ってんだろうぜ。ならみんな手分けして聞き込みを。さてと、驚いたな、このパレス。認知上のお客がどいつも本当に人間そのものだ。前のカジノも見た目は結構リアルだったが、今回の客は正直話した程度じゃ見分けがつかん。確かにな。主の観察眼や洞察力がずば抜けてるってこった。シド、強敵だな。ビビんなって。別にビビってねえ。普通に話せんなら作戦立てやすいって思っただけだ。よし、各自が集めてきた情報をまとめるぞ。あー、なるほどな。そうね、どうやら聞いてくれ。聞いて聞いて。グフフ。よく聞け。
5人分のプロフィールとか頭入んねえ。私も2人目くらいまでしか。ジョーカーどう？マジ？さ相手は5人、政治家の大江、旧家族、テレビ局社長、 IT 企業社長、あとトラブル処理役。そいつらからお墨付きをもらって紹介状的なカードキーを手に入れる。ただトラブル処理役だけは他の4人が片付いてからだったな。すごっ、さすが天才児。 VIP の情報が分からなくなったら双葉に確認しましょう。ならちゃちゃっとやっつけてこうぜ。ねえ、よし。おう。
悪い。疲れてるよな。すぐ終わるからちょっと聞いてくれ。今日シドウの野郎のパレス入って改めて思ったんだ。シドウは放っておいちゃいけねえ。あいつだけは改心させないとダメだ。やっとちゃんと分かったんだ。お前の仇だってのももちろんあるけど、それだけじゃねえ。あいつに国を任せちまったら、弱い奴は今までよりもっと苦しむことになる。それを何とかするのが俺たちの使命ってやつなんじゃないのか。前に一回お前に聞いたよな。影のヒーローって地味だよなって。今は結構逆だなって思う。影のヒーロー上等じゃねえか。あのさ、俺指導を改心させたら、あ、いや、なんでもね。指導必ず改心させようぜ。俺にできることは何でもやるからさ。話聞いてくれてありがとな。よっ。はあ。なあ。はいはい、静かに。いいのか、こいつここにいさせて。事情知らない囚人の生徒とか来たら面倒なことになるんじゃねえの。いいからいいから。いらっしゃ。だから言ったじゃねえか。いや、これでいいんだ。先輩、そっくりさんとかいうオチじゃないですよね。よくわからないけど、夢じゃないですよね。どうだ、我が輩からのサプライズってやつだ。我が輩が双葉に頼んで、で私からリュウジに伝言を頼んだってわけだ。お前疲れてるだろうからちょっと日を明けてやったんだぜ。よかったです、本当によかったです。全然聞いてねえ。事情は知ってるみたいだな。まあ立ち話もなんだから座りなよ。俺はちょっと買い出ししてくる。あとは若い者同士でやんな。よ、吉沢さんか。お、はじめましてだな。はい、よろしくお願いします。さくらさん、敬語を使うのか使わねえのか。うるせえ、人見知りなめんな。その前にパレスでこいつを助けてくれたってモナから聞いた。私たちも感謝してる。いえ、普段は私の方が助けていただいてばかりなんです。必ず恩返しするって約束もしていたので。なんという丁重な返し。本当に私と同い年か。そういや、一つ聞かせてくれ。なんであの日吉沢はパレスにいたんだ。それは
私も気になってた。リーダーが助かったのはもちろん感謝してるけど、作戦のことが漏れてたんだとしたら今後の動き方にも関わる。一週間くらい前、学校の屋上でお二人とお昼を食べた時。おい、あさっては。きっとその日に何かあるなって思って。すみません、実はずっとついてってました。尾行されてたってこと？全く気づかなかったぜ。誠とは大違いだ。前から考えてたんです。私にも力があるなら先輩と一緒に戦うべきなんじゃないかって。部外者の私がとも思ったんですけど、どうしてもじっとしていられず。普段先輩に助けてもらってることを考えたら全然ですよ。あの、やらなきゃいけないことまだあるんですよね。それなら私も手伝った方が。そりゃあ戦力が増えんのはありがたいけどよ。先輩？いえ、ですが。正直言って今度の敵はいつもよりはるかにヤバい。吉沢にもどんな危険があるかわからねえ。それに今の状況も元はといえば我が輩たちの蒔いた種だからな。申し出は嬉しいが、これ以上は巻き込めねえよ。お前はお前でやるべきことがあるんだろ。これ以上言ってもわがままになっちゃいそうですね。わかりました。でしたら待ってます。ですが絶対に無事で帰ってきてください。もうあんな思いは嫌ですから。信じてます。そろそろ行きますね。今日も練習なので。それじゃあまた。よーし。やるか。こんにちは。こんにちは。ありがとう。
実は。またね。囚人。確かに。わきまえろ囚人。
い。仕方ないな。